スキルガイラは1386年から1392年まで兄であるリトアニア大公ヨガイラの接生であった。リトアニア大公アルギルダスとユリアナ・トベリスカヤの息子であるイヴァンという名でも知られている。1383、4年にカジミエシュという名で洗礼を受けた。1377年にアルギルダスが死んだ後にヨガイラは リトアニア大公になった。ヨガイラとその叔父であるケイストティス及びイトコのビータウタスの間で紛失した王朝の争いはスキルガイラによって鼓舞されたと信じられている。ドビジスク条約の論議よりもちょうど1年前の1379年にスキルガイラがドイツ騎士団の元に赴いたのは知られている。内戦中にスキルガイラはヨガイラを助けケイストティスとビータウタスを クレバ城に遊兵する主要な役割を果たした。何人かの歴史家は、ケイストゥティスの遊兵から一週間後の死は、スキルガイラによる暗殺と推測している。その報酬として、スキルガイラは、トラカエ公を授与された。ヨガイラがクレボの合同に向けて準備している時に、スキルガイラは、積極的に交渉を加わり、ポーランドとの外交施設の先頭に立った。交渉は成功して、ヨガイラは、 ポーランド女王、ヤドビガと結婚して1386年にポーランド王に即位した。ヨガイラはスキルガイラをリトアニアの摂政にした。しかしながらスキルガイラは貴族の間では人気がなくビー・ウタウタスはこれを後期と見て拒兵した。1389年に新たな内戦が始まったがビー・ウタスはビリニュスの攻撃に失敗してドイツ騎士団に助けを求めた。 1392年にヨガイラとビー・ウタウタスはオストロフの和平に調印してビー・ウタウタスはリトアニア大公国の摂政になった。トラ海港はビー・タウタスの財産に戻った。スキルガイラには保証としてボルイーニとキエフが与えられた。スキルガイラの死の状況は全くわかっていない。聖教会の記録では毒殺されたと噂されている。スキルガイラは キエフペチェルスキー修道院に埋葬された。ありがとうございます。